さあこのビームで強すぎるだろウィッシュムシはイカボスということで、ゼルダで人生に彩りをイカボスです。さあ、厄災の黙食が発売されてから約7ヶ月、ついに新しいプレイヤブルキャラクターがダウンロードコンテンツ第1弾古代の鼓動にて追加されました。その名も歴戦のガーディアン。ということで、このガーディアンはですね、他のガーディアンとは一線を画す強さを誇る特別なガーディアンらしいです。で、この解放の条件なんですが、このエキスパンションパス王立古代研究所の最後のミッション、喋んなお前かぶってんねん、最後のミッションこちらですね、歴戦の守護者をクリアすることによって使用可能になります。早速ね、レベル100にして、そしてコンボユニークアクション全て全開放した最強状態にしたので、今回ですね、このガーディアンちゃんの強いコンボ、立ち回り、そして使い方っていうのを初心者の方にも分かりやすく解説していきたいと思います。それでは早速本編やってみよう。はい、ということで、歴戦のガーディアンくんです。いやー、大妖精並みに大きいですね。この存在感、威圧感ってのは、オロチドッポ以上だと思います。で、これね、足はすごい遅く見えるんですけど、これ真上から見るとね、わかるように、意外と速いです。これでかいだけで、移動速度っていうのもね、かなり速いです。さあ、これね、でかすぎて入り口くぐれんのやないかなって思うじゃないですか。大妖精はね、つぼみになったんやけど、ガーディアンくんはね、どうなんですかね。さあ、見てみましょう。はい、出ました。クラッシュバンディクーレーシングのエネルギー弾。いや誰に伝わんねん。ということでね、早速解説していきましょう。まず武器なんですが、武器はこの歴戦の歯車、そして歴戦のバネ、さらにさらに歴戦のネジとなっております。これね、古代パーツも黄金に輝いていて特別感がありますよね。さて、技構成なんですが、こんな感じで通常攻撃7回、強攻撃6回と他のキャラと同じ構成になっております。ユニクアクションは目の前の敵をセンサーで捉え、ロックオンが完了するとビーム系の攻撃を全てその敵に当てることができるようになります。このユニークアクションの扱いが少しね、難しいんですよ。で、そのユニークアクションを強化すると、ロックオンするまでの時間が短くなります。ではね、早速、通常攻撃から見ていきましょう。通常攻撃は攻撃力が高く、2段目までが出が早いです。3段目はパタパタとダダをこねて、4段目で飛び、ヒップドロップをします。そして、最後にビームで暴れます。通常攻撃は全体的に出が遅いので、敵との密着状態で使うと、最後まで技を出し切る前に反撃を食らってしまいます。なので、1対1で敵がダウンしてる時にしか、強4攻撃以降は、かなりね、出しづらいし当てづらいです。ではね、強攻撃を見ていきましょう。まず、強一攻撃はガーディアンらしく単発のビームを発射します。ただしね、見た目の割にはそんな強くなく、注目している敵1体にしか致命傷を与えることができません。意外とね、隙も大きいので、ダッシュ強攻撃の方が強いです。強二攻撃は豆ビームをたくさん撃ちます。ロックをしていると単発の敵に全て当てることができますが、そこまで強くはありません。強酸攻撃はビームを円弧状にして放ちます。攻撃範囲がかなり広く、雑魚敵を一掃するのに適しています。ロックをすると対象の敵にビームを打ち続け、かつね、ウィークポイントの削り値がかなり高いことから、強攻撃の中ではトップレベルに強い技だと思ってます。強4攻撃はバリを放ち、それが砕け、その破片をビームが縦横無尽に飛び交う中遠距離の技です。なんか風のカスガノも似たような技を使ってましたよね。出てしまえばかなり強いんですが、密着状態からだと攻撃が当たりません。また、通常攻撃が3段目以降一気に遅くなるので、技として使いどころがかなりね、難しくなってきます。強5攻撃は空中から強力な多数の爆弾を目標に向かって放っていきます。なんかカスタムロボでこんな武器ありましたよね。で、強3攻撃をね、さらに強力にして範囲を広げたような、そんな技でございます。この技はね、相手のウィークポイントを強制的に出させます。ロックオンしてね、ウィークポイントが出てる間に敵に当てるとかなり強力な技となっております。でもね、強4攻撃もさらに出しにくくなっているので、ちょっとね、使いにくいっちゃ使いにくいですね。さあ、強6攻撃です。強6攻撃はスポットライトのようなビームを操作して攻撃していきます。持続がかなり長いですが、攻撃を受けたり回避すると終了します。雑魚処理能力としては圧倒的に強酸攻撃の方が使いやすいです。なので、あまり使い道がなさそうですが、ロックオンした敵に対しては自動で追尾し攻撃してくれるので、結構ね、まあ、強いです。なので、逃げながら攻撃をする戦法としては非常に有用です。はい、ダッシュ攻撃です。ダッシュ攻撃は回転をして攻撃します。隙が多いのであんまり使い道はないと思います。ダッシュ強攻撃は走りながらビームを発射します。これはね、隙があまりないです。なのでかなり強いと思います。意外とね、ガーディアン君の足も速いので、敵の周りをくるくる回りながら撃ち続けるだけでノーリスクでね、敵を排除することができます。空中攻撃は足で薙ぎ払って最後にヒップドロップをします。そして空中強攻撃はビームを貯めて発射します。これもね、隙が大きいのでちょっと使いにくいですね。さて、ここまで紹介して、歴戦のガーディアン君意外と弱くないって思ったあなた、実はね、このキャラシーカーアイテムがめちゃくちゃ強いんですよ。ということでね、早速
めていきましょう。まずリモコン爆弾なんですが、リモコン爆弾は任意の場所にまっすぐね多数の爆弾を発射することができます。好きな場所にしかも確実に当てることができるのでとんでもなく強いです。次はビタロックです。ビタロックはキャンセル可能な無敵突き攻撃を繰り出します。発動後攻撃をキャンセルすればかなりね長い時間相手を止めることができます。また攻撃をキャンセルしなくても結構強くて、ウェイクポイントがね出ていればその大多数を削り取ることができます。この2つのシークアイテムは全キャラの中でもトップクラスに強いと思ってます。でアイスメーカーは氷にね押し出してもらって空中に飛んでそのままね空中攻撃に移行していきます。この飛び出したガーディアンを直接当てれば結構ね相手の体力を減らすことができるんですが、当てるのはね難しいです。また自分を追尾してくる系のアイスメーカーのカウンターっていうのはこの空中のガーディアンを敵が勝手に追尾してしまうので結構ねカウンターしづらいです。はい、ラッシュです。ラッシュは引っ掛けからのラストビームでフィニッシュしていきます。スマッシュはですねシンプルにドガーンと突進していくパターンと空中で2回ビームをバシッバシッとね、打つパターン、そして最後は太いなんかサムスのね最後の切り札みたいなビームを打つパターンがあります。必殺技は全身が発光しビームを打ちまくって周囲の敵に大ダメージを与えます。これはね範囲威力ともに全キャラの中でもかなりトップレベルに強い必殺技となっております。ということでね技紹介でした。ではここからは強い立ち回りを解説していきます。ガーディアンはですね相手の弱点をどんどん削ってスマッシュを打ちまくる立ち回りが強いです。相手がねウィークポイントを出したら近くに行ってビタロック攻撃をするだけで、まあ、簡単にスマッシュを発動することができます。少しね難易度は高くなっちゃうんですが、ロックオンした後その相手がねウィークポイントを出したらビタロックで止めて、そしてビタロ攻撃をキャンセルした後強4攻撃や強5攻撃を当てるとほぼね確実にウィークポイントをゼロにすることができます。雑魚処理能力っていうのは基本的に強2攻撃の円弧状のビームだけで OK だと思います。雑魚敵が多いとね必殺技をかなり早く貯められますのでガーディアンの本領が発揮できます。それではね以上のことを踏まえて実践編やってみよう。さあということでやってまいりましたゲルド砂漠頂上決戦。まあここがね一番このガーディアンちゃんのいやガーディアンくんの本領をね発揮できる場所なんじゃないかなと思いやってまいりました。ということでねこのビームを使ってもう今の一発で100匹出したぜ、やばすぎでしょ。まあ先ほどね使っていきましょう。さっきもね説明した通りかなりね相手のウィークポイントを削る力が強いです。なので相手をねこんな感じでユニークアクションで注目しておいて、そしてまあ適当にウィークポイントを出しておいたら、あとはですねよいしょ1、2、3、まあ4回目いけるかな。4回目のねこの追尾弾でボコすことができます。もう倒しちゃいましたね。一応ね難易度ノーマルでやってるんですけど、ちょっとハードとかでやった方が良かったかな。ちょっと強すぎましたね。さあこのビームがねマジやばいんよね。よいしょいくぜ1、2でよいしょビーム、はい200匹一発で倒していく。モリムリちゃんが来ましたね。さあここはですねじゃあどうしようかな。あーこれアイスメーカー当たりにくいんやけど大丈夫かな。当たらないよねー、これが弱点、これが弱点すぎる。1、2、さあ3回目でこれもね結構雑魚敵を一掃できるので強3攻撃もかなり強いです。さあここはビタロック当てておきまして、よいしょキャンセルして1、2、3、4段目の攻撃を当てたいですね。さあこれで弱点が出てる間に全部、あーっとこれはロックオンしなかったからロックオンしないとね結構広範囲技になっちゃいますので強4攻撃ね使いにくいですね。いやー通常攻撃弱いけんね、よいしょ出が遅いからねかなりね通常攻撃だけ当てるのは難しいですね。さあモリブリンちゃんどう料理していきますか。必殺技がね一瞬で溜まっちゃうので殴って相手のウィークポイント出したらしっかりとピタックで止めてロックオンしてる場合はこのまま強4で OK ですね。これであと強5になっちゃいましたね。まあこれでも削り切れますね。 OK です。スマッシュでサクリソクリとぶん殴る。 OK、 いやじゃあとはザクを処理していきましょう。1、2のさあ広範囲でんぞいと、さあねこのかゆいとこまで手が届く範囲えぐすぎる。いやこれが強いねやっぱり、うん、この強2が強すぎるわマジで。さあラッシュを取ってポコポコポコ生当たってないけどナイスねーん。さあここはビタックで止めてこのままね回転で当てていきます。これがね普通に強いよね。うん、これナイトノーマルでやったけど結構ベリーハードとかでも相手のウィークポイント削り切ります。かなり強いです。さあ2回攻撃からのビーム1ボーダジンやばすぎ。さあモールドラジークちゃんですね。いやマジでさこの戦隊倒すまでの時間やばくない。元気がいっぱいモールドラジーク。ここはですねどうしようかな。ビタロで止めてキャンセルしてちょっと溜めながらユニークアクション溜めながらよいしょ
協賛攻撃やってみる。あ、でも結構減らすね。3回ぐらい減らしましたね。オッケー。そしたら離れるとね、こんな感じでユニークアクション消えちゃうので、これは爆弾で、このね爆弾が強いのよ。追尾しますからね、空中にモルダージークも全部当てていくと。さあ、そのままスマッシュで空中に置いてビームビーム、うわ結構くるね。オッケーオッケー。さあ、また爆弾パーティーが。オッケー、空中にでも関係ねえ、ぶち当ててやる。よし、オッケー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 、どこってね。さあ、そしたらこのままよいしょ、強4当てたいな、間に合うかな。あ、強5になっちゃったけど、まあいいでしょう。強4攻撃がね、なかなか当てづらいですね。すげえ、ビームのカーテンで一方的に殴る作戦。これね、別にあのビームをね、こんな感じであの打ちまくっててもね、いいんですよね。解説でも言ったんですけども、これがね、薬剤の目標器難しいなって思う人はもうこれでいいと思います。これ全くリスクないので。さあ、ということでね、歴戦のガーディアちゃん使ってみました。いや、割とね、なんか最初触った時は動きづらいなって思ったんですけども、その雑魚敵に対しても単体のボスに対してもやることはね、かなり多いので、非常に楽しいキャラだと思います。ということでね、本日のまとめに行ってみよう。さあ、ということで今回はこの歴戦のガーディアンの徹底解説でした。まあ、さっきも言ったんですけどもね、意外と使いづらいなって思ったんやけど、ちゃんとね使い込んでみると、本当に相手のねウィークポイントを削る力がすごく高くて、非常にね必殺技とスマッシュを連打できる楽しいキャラとなっておりました。で、まあキャラ評価なんですけども、ちょっとね今回の DLC でリンクとかゼルダちゃんの評価がいろいろ変わってきそうなので、まあ真ん中よりかは強いかなということで、まあ C よりの B ぐらいの強さなのかなと、思いました。またね、ちゃんとしたキャラランキングっていうのを DLC を込みのバージョンでね作りたいと思うんですが、まあ現状めちゃくちゃ強くはないけど、そこそこね戦えるキャラクターかなと思いました。ということでね、今回の動画はここまでです。このチャンネルではこんな感じでゼルダの伝説に関するコンテンツをたくさん投稿しておりますので、ここまで見てくださった方はチャンネル登録ポチよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあの